とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今週、来週は、マイクラダンジョンズ4周年記念ということで、いろんなコメントに答えていこうと思います。今日の質問ですけども、無限ダイナモのやり方ですね。無限ダイナモ、今でもできます。まあ、条件が結構厳しかったりもするんですけどね。無限ダイナモっていうのは、エンチャントのダイナモっていうのがありますよね。あれむちゃくちゃ強いんですけども、発動すると消えてしまいます。でも、その、効果を消さずに、使っていくっていう方法ですね。まあ、過去に色々なやり方があったんですけども、今残ってるのは一つだけだと思います。はい。使いますのがこれ。爆発系のクロスボウですね。爆発系のクロスボウを用意してください。で、それに、ダイナモをつけてください。これで大体の、準備は OK なんですけども、発動には条件があります。それが、爆発系のクロスボウにダイナモをつけて、で、それでさらにワンパンで敵を倒すと、切れないっていうことなんですよね。ワンパンで倒すっていうのが重要になりますので、火力を上げなきゃいけない。なので、パワーをつけてると結構いい感じになりますので、ぜひダイナモとパワー同時につけるようにしてください。で、これだけではちょっとね、ワンパンで倒せない敵もいますので、それプラスエリクサーのカバン。これを装備して、攻撃力を倍にしていってください。まあ、運なんですけどね。パワーポーションが出るっていうのは。でも、パワーポーションをしっかり出して、戦っていくといいと思います。で、さらに、ドラでね、ダメージを倍にするとか、急兵のアーマーをつけて、遠距離ダメージを 30% アップするとか、あと、臆病ですね。臆病で 40% ダメージをアップする。まあ、こういう感じで、ダメージをモリモリにしていってください。はい。では、どんな感じかやっていきましょう。それでは、やっていきますね。まずは、ダイナモを20まで貯めないといけません。ダイナモを貯めていきますね。まあ、切れた時用に、ロールチャージとかアクロバットを入れておくと、結構、復帰が簡単にできるようになりますので、そのエンチャントはおすすめです。OK。もう20まで溜まりましたね。で、HP マックスなので、臆病も入ってます。OK。で、パワーポーション出ました。行きましょう。こんな感じで、敵をワンパンで倒すと、はい。ダイナモが全く切れません。で、このまんまワンパンで敵をどんどん倒していくことができますので、むちゃくちゃ強いです。OK。このまま、ボスぐらいまで行きましょうか。ただこのね、爆発系のクロスボウは、矢の消費が激しい。めちゃくちゃ激しい。なので、矢を枯渇させないように行きましょうね。うん、最初に、増殖してあげるとか、そういう工夫は必要になります。敵を倒してもそこまで出ないんだよね、うん、なのでしっかりと矢を集めながらもしくは増殖しながらやっていきましょう。 OK。 であとはあれね、パワーポーションが切れないように注意していくっていうことですね。まあこれも切れることもあります。さあもちろんね、でもその切れても、倒せるようにするっていう装備が重要になるとは思いますね。OK。まあまあ、本当強すぎて、人間にはなるんですけども、100持っておくと、どうしてもクリアできないところが、そういうところが、クリアできるようになると思いますので、まあ、一つ準備しておくと、いいかなと思います。OK。 あー、最後の最後に切れてしまった。まあまあまあ、でもダイナモが20まで溜まってますので、近接攻撃で倒すことができます。ボスだったらね、ちょっとね、こんぐらいしか与えきれないんですよ。なので近接で毒武器とかを持っておくと、ボスが来た時とかでも安心ですね。はい、
ということで、今日は無限大なもの説明でした。必要なのは、爆発系のクロスボウ、それにダイナモをつけてください。で、敵をワンパンして倒すと、ダイナモが切れませんので、ワンパンで倒せるように火力をモリモリにしてやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。